司会者が開いてくださった。今日はマタイの福音書8章18節から27節、その一区切りからお話をいたします。先週私は親族の私と同い年の、はい、いとこに電話をしました。月末にお宅に訪問させていただきたいということを電話しました。彼は私と同い年で、はい、もう定年退職して、そしてまた食卓の仕事も終わって、今は家で生活しております。奥さんと2人ですね。2人とも私と同じこの愛知県出身で、そして今は東京の、はい、で生活をずっとしております。彼の仕事は船のこの計測器、はい、方向を示したり、ああいうこの計測器、その会社に高校を卒業した時から、はい、高校もまたその何ですか、同じような、はい、会社の、はい、関係のある高校だと思うんですが、そこで勉強して、そして就職して、ずっと、はい、40数年働いて、また食卓で働いて終わりました。今回会の上をこの31日ですかね、訪問いたしますけれども、はい、私の学生時代の時に私アルバイトしておりました。3件アルバイトをしておりましたけれども、はい、そのうちの2件は私の、はい、この親戚なの。今行こうとしているこのいとこの家はその時西船橋にありました、はい、もう1件はいとこではなくて私のおじいさんの弟の、はい、子供の家族、これはこの山手の仙徳、はい、というところ、仙徳、足を洗うと書きますが、仙徳というところに住んでおりました。でもう一箇所、はい、もう一箇所は埼玉県の草加せんべいの草加市に、はい、そこにずっと学生の時代3年間、はい、毎週1回通っておりました。3年、そして、今回お邪魔するのは、はい、この私の母親の妹、私の母親は6人、7人、兄弟がおりますが、その長女、訪問する ところはこの次女の家なんです、はい、次女の私にとってのおばさんはもう十数年前か20年ぐらい前に亡くなりました。毎週毎週その家に家庭教師、その3人兄弟の真ん中の、はい、娘さん、私のいとこなんですが、いとこに、勉強を教えに行っておりました、はい、そして毎週毎週行くたびにご馳走を出してもらって、そして食事を呼ばれて、それから勉強しておったんですね、はい、そのお兄さんが私と同じです、ね、今回訪問するわけですけれども、はい、彼の奥さんは、学校の先生やってたという人なんですね、うん、初めて会うもんですから、私もね、行って数時間滞在しますということをお話しましたら、とんでもないですね、泊まってくださいって、ね、言うんですね、うん、まあ、訪問して私に泊まりなさいという人はなかなかそうそういるもんじゃないですね。ですから、まあ、ありがたいといえばすごくありがたいんですけどもね、はい、何言ってんだってね、絶対泊まってくださいと、こういうもんですからね、それではと言って泊まることになったんですけどね、はい、前回埼玉県を訪問した時に、はい、この一軒の私の家内のこれは兄弟なんですけどね、兄弟の電話した時には、はい、何のために来るんですかということをこの聞かれたんですね。宗教の話ならお断りしますということを言われた、まあ、言うなら正直なんですけどね、はい、正直と言ったらいいか、何と言ったらいいか知りませんけれども、ああそうですかと言って、はい、それでは娘と相談してみますと言って、後から、娘の都合で行けなくなったので、今回は失礼しますと言って、別な兄弟のところに訪問したわけです、
ですけど今回のこの私の母親の妹の息子は、はい、大変私を、まあ、歓迎して喜んで、ね、一緒にお酒でも飲みましょうって言いますから、いや私は酒は飲みません、いやまさかってね、あのビールぐらいいいんでしょうって、いや飲みませんってね、いやまさかそんな固いことをと言ってね、あのコーラぐらいじゃ出してくださいとこう言ったんですけれども、はい、一晩ねお邪魔することになりました。ずっと私もこの信仰を持っても56年57年になろうとするわけですけれども、はい、自分のこのいとこたちのためにずっと毎日のように、まあ、祈ってきたわけですね、はい、そしてまたその子供たちのためにも祈ってきておりますけれども、はい、いよいよこの年を取ってきて、ね、この伝道の総仕上げの時にかかってきたわけですから、昨年も一昨年も、はい、今年も、はい、その仕上げで、はい、いつも手紙を書いたり、ね、いろんな修法を送ったり、はい、また福音のトラクトを送ったりしておったわけです。私のまた文章を書いてそれを送っておったんですけれども、どうしても本人と直接会ってですね、聖書の教え福音を伝えなくてはならないとこう思って、ね、そして私も祈ってたわけです。それで先立っては家内の兄弟のところ行きましたので、今度は私の母親の方の、私のこの親族ですね、はい、親族の方に行かなくてはと言って、はい、5月ですか4月にはこの、東横線のある駅の、はい、そのいとこ父方のいとこの家に行きましたけれども、はい、そこでね、ありがたいことにこの2人の夫婦は、いとこというか親戚同士が結婚しておるんですけれども、私を歓迎して、そしてイエス様を、はい、信じてくれました、はい、そして洗礼もまた受けてくれました、はい、今回の人もずっと長い間いろんなものを送っておったんですけれども、はい、宗教の話ですかとかそういうことは一切聞かないで、大変、ね、私を歓迎して、ね、一杯やろうじゃないかというような、そういう考えで私を迎えてくれるらしいんですけれども、どうしても福音を語らなくてはいけない、うん、いうことで、はい、祈っております、はい、彼もですから75歳の奥さんは、はい、学校の先生をして、私たちの、はい、クリスチャン生涯というのは、はい、イエス様を信じて天国に行くと、うん、そしてまた地上で、はい、信仰生涯を送る、うん、信仰生涯を送って、はい、イエス様を証しをする、ね、教会生活をしてまた教会を立て上げて、はい、教会を完成に向かって、はい、立て上げていくというこの大きな務めがありますけれども、その福音を伝えるというこのお仕事、はい、クリスチャンは、はい、聖書を見ると初代教会のクリスチャンたちは全て弟子という言葉で言われているわけです。デサイプル、弟子である、イエス様の弟子である、はい、エルサレムには弟子の数が何人いたとか記されておりますけれども、はい、弟子なんです。私も、はい、クリスチャンになった時弟子になったわけではありませんけれども、はい、この献身をした時、自分の生涯を神様に捧げた時に、牧師と私との間で牧師の弟子になるというこの、ね、そういう時を持ちました。祈りの時を持ちました。今日からあなたは、ね、教会の牧師の弟子ですよ、ね、教会で毎日、ね、お掃除をしたり、ね、そして印刷物を作ったり、そして集会の案内をしたり、はい、そしてまた、はい、人々を救いに導いたり、教会でまたメッセージを語ったりというこの弟子の生活が始まりますよということでスタートして、そしてついには進学校終わってここに使わされてきたわけです、うん、ですから私は今も、はい、東京の教会から派遣されている、うん、そして使わされているんだ、はい、そしてこの教会を立て上げ人々の福音を伝えるべく使わされております。神様を喜ばせ、また私を使わせてくださった、はい、この師、ね、牧師、またその教会を喜ばせるために、はい、使わされているという意識を持って今日まで来ておりますけれども、はい、
ここでこの地域の人に福音を伝えるということがもちろん第一ですけれども、それと同時に、ね、自分の親族家族を顧みない者たちは、はい、未信者よりも悪いものだというこのパウロの非常に厳しい言葉が記されておりますけれども、はい、その言葉ゆえにと言いますか、イエスも信じればあなたもあなたの家族もまた信仰に救われますという言葉もあります、はい、また私がたびたび開いておる、ね、出エジプト記の20章の6節7節、神を愛し神の命令を守る者は、はい、その恵みを神様は仙台にまで、その子孫に仙台にまで祝福を恵みを注ぎますよという言葉に立っておりますので、はい、この地域の人々だけではなくって親族にも家族にも、はい、関係者にも、はい、友達にも竹馬の友にも福音を伝えなくてはならないということで、はい、特に去年からのこの週末のリバイバルの歩みというものは、はい、その総決算といいますか、総一番の最後の最後の総仕上げの時だとこう思って、はい、その進行に立って進んでいるわけでございます。昨日は三代小学校のグラウンドで子どもたち、そしてその監督やコーチのお兄さんたち、そしてその お母さんたちも応援しておりましたけれども、一緒に、はい、野球を観戦したり応援をしたりしておりました、はい、このドンキーズ、今はジャイアンツという名前になっておりますけれども、これも、はい、ここに来て10年経った時にスタートしましたので、今年が40、ここに来て48年ですので10年目からスタートしているので、今年で30、約8年になろう、8年目に入ろうとしているわけです。そしてなんとか、ね、この子供たちにいつも顔を見せて、そして励まして、はい、彼らにクリスマスとかいろんな時に、はい、福音をずっと伝え続けてきました、はい、以前は毎週日曜日のこの教会学校の時間、今日はゆきちゃん、まこちゃんがいましたけれども、はい、男の子供たちが大半ですけれども、はい、20人とか 10人とか、はい、毎回毎回イエス様のことを伝えてきたわけです、ね、教会の十字架は何の印ですか、はい、これはキリストの十字架の印ですよ、はい、十字架って何ですか、はい、イエス様が、はい、十字架にかかって死んだんですよ、何のために死んだんですか、はい、私たちの罪の身代わりで神様から刑罰を受けて、それで十字架にかかって私たちの代わりに、ね、死んでくださったんですよ、ね、イエス様の十字架の上に私たちの罪は、はい、許されるんです。イエス様の十字架を信ずると、イエス様を信ずると、ね、天国に入れるんです、罪許されるんですよという話を子供たちにずっと毎週毎週、ね、耳にタコが当たるほど、はい、語ってきたわけです。今日も、はい、道枝伝道師が、はい、旧約聖書の話は何ですか、約束は何ですか、新約聖書の約束は何ですか、ね、旧約聖書は神の命令を守ることですとかね、お話がありました、はい、そして新約聖書は、ね、神様のこの十字架を信じること、はい、神様を信じることってどういうことですか、ね、はい、それはイエス様を信じること、イエス様の十字架を信じること、そうすれば罪が許されて天国に入るんですよというお話がそこでなされましたけれども、はい、子供たちに昨日もそういうことで、その子供とその親たちに、はい、福音を伝えるべく、はい、彼らをこの野球でね、教会に結びつけているわけです、うん、野球がなかったらまずこの教会に来るということは、私も10年間、ね、ラッパを鳴らしたりね、マイクで案内をしたり、ね、チラシを配ったりして子どもたちを集めていた時代が10年間ありましたけれども、はい、そしてまたその子どもたちの、はい、ことも今も祈って、はい、彼らがもう大変なお兄さん、おじさん、おばさんになっていると思いますけれども、はい、今ももちろん祈っておるんですけれども、はい、これは、はい、弟子の道、はい、イエス様を信じて天国に行くことは行くんですけれども、信じた者が何をしてこの地上の生活にするか、はい、それはもちろん、ね、自分の生活の、はい、糧を得るため、はい、生活のためにやるんですけれども、はい、イエス様は、はい、人が生きるのは
はい、パンだけではないんですよ、この肉体の、はい、物質のためだけではないんですよ、はい、神の口から出る一つ一つの言葉によって人間は生きるんですよということで、はい、神様の言葉、口から出る言葉、はい、救いの言葉、はい、命の言葉を、はい、語り、またそれを実践していくと、はい、イエス様の言葉を食べて実践して、はい、そして永遠に至る命の糧のためにイエス様は働きなさいとこう言っておりますので、はい、永遠の命に至る糧、すなわち神の言葉ですね、はい、パン、物質のため、衣食住のためと同時に私たちのこの魂の糧、神の言葉のため、はい、そしてそれは信仰の生活のために、はい、この生活をすると、うん、いうことが弟子のこの道である、うん、いうことをまずお話しさせていただきたいと思います。ということでイエス様を信じて天国には行けますけれども、はい、この地上において、はい、私たちは実を結ぶように期待されております、はい、人々に悔い改めの実を結んでもらうこと、はい、そしてまた人々を救いに導く救いの実を結ぶということを、証しをイエス様を証しをして人々を神様に導いてくる、教会に導いてくる、救いに導くというお仕事、悔い改めの実、救いの実、そしてもう一つは私たちが聖霊様に満たされて聖霊の実、はい、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制というこの9つの聖霊の実を結ぶように、はい、神様は私たちに、はい、約束をして、新約の約束の中心、はい、イエス様を信じることがそうですけれども、はい、イエス様が天に帰った後第2の助け主である聖霊様を信仰者に注いで、はい、満たしてくださる、私たちの、はい、信ずる者の中に聖霊が生きて働いているわけです、はい、その聖霊様に今度は完全に満たされるように、ね、思いも、はい、手の技も、はい、歩みも、はい、聖霊様に導かれて技をなす、聖霊様に導かれて、はい、手の技をなす、はい、聖霊様に導かれて、はい、頭、この頭、働き、はい、考えるということも、はい、神の御言葉に従って、はい、これを実践するという、はい、この道ですね、はい、この、はい、ですから悔い改めの実、救いの実、はい、そして聖霊様のこの9つの性質、はい、その実を結ぶように、もう一つコリントの交渉8章とか9章を見ていただくと、義の実を結ぶ、はい、正義の実を結ぶ、はい、善事善行をなして正義の実をクリスチャンはなすように、その実を結ぶことを期待されている、はい、多くの種をだから私はあなた方に、はい、与えます、神様は求める者に多くの義の種を与えて、そして義の実を結ばせようということをコリントでパウロは語っております。ですから4種類の実を、はい、結ぶように神様は私たちに期待して、はい、キリストの弟子として、神様の弟子としての道を、はい、信仰の歩みを、はい、歩んでいるわけでございます。今日は、はい、8章の18節、そこを見ていただきたいと思います。さてイエスは群衆が自分の周りにいるのをご覧になると、向こう岸に行くための用意をお命じになった、はい、イエス様は今まで何をしておったか、はい、8章で、はい、この皮膚病の人を癒しました。ローマの100人隊長のしもべの、はい、チューブを癒しました。弟子のペテロの、はい、シュートメさんの熱病を癒しました。それからその噂を聞いた多くの人々を悪霊の解放の技をしたり病を癒したりしました、はい、そのイエス様の技、はい、神の、はい、子供であるイエス様の技、はい、イエス様は、はい、神の子供としての技を行い、はい、また神の国の、はい、真理を語ったわけです。
神の道と真理は何であるかということを教えてくださったわけです。それがマタイの5章6章7章の三条の説教であったわけです。はい、そしてその言葉を今度はイエス様は奇跡を行い癒しを行うことによって実践したわけです。技を行われたわけです。それを聞いた人々が、はい、どうしたか。イエス様のところに多くの人を連れてきて、ね、病気を治してください、はい、助けてくださいと言ってきたわけです。はい、それはイザヤ書のイザヤの予言53章、その御言葉、彼が私たちの患いを身に受け私たちの病を背負ったという言葉が、はい、成就したんだよ。はい、それがイエス様が今なさっている技は、はい、この予言の言葉が成就したことを意味しておるんですよ。神様は予言の言葉を成就してくださったんですよ。イエス様を通して成就してくださったんですよとこう言ってるわけです。はい、ですから今度はクリスチャンになった私たちが、はい、旧約の約束の言葉を、はい、成就するイエス様と同じ立場に、弟子として同じ立場に今立たされているんだということをどうぞ覚えてください。またそれは神様が、はい、天と地と海とその中の全てのものを作り、6日目に最後に人間を作りました。神の形に作りました。何のために。はい、地上のこの生き物、はい、そして自然界を治めるために、はい、作ったということが記されております。はい、これがアダムさんエヴァさんのお仕事であると。埋めよ増えよ地に満てよ地を従えよ全ての生き物を従えよとありますので、はい、神様の命令、神の言葉に従ってこの地上を、はい、真理に従って、ね、この治める管理することが仕事であったわけですが、はい、悲しいかな、ね、悪魔蛇の誘惑によってその仕事、その特権立場を失ってしまった。そしてどうなったか、罪と死の、はい、法則のもとに生きるようになった。はい、そして大地が呪われ、はい、男は額に汗し女は産みの苦しみ、はい、様々な、はい、そのような呪いが、はい、罪の、はい、罪と死の法則の中、言葉を変えて言うならば、この不条理な、ね、不条理なこの世界の中に私たちは今生きているわけです。はい、ですけれども神の言葉の、はい、イエス様を通して聖霊様を通して、はい、神の言葉を通して命の御霊、聖霊様の法則も今、はい、働いているわけです。どこに、教会を通し、神の言葉を通し、クリスチャンたちの一人一人の日々の生活を通して命の御霊の法則が働いているんだということをどうぞ覚えてほしいと思います。ですから、はい、マルティン・ルーテやルーターやジョン・ウェスレーたちが言っておりますように、はい、彼らは毎朝毎朝1時間祈り、聖書を読み、はい、祈り、そのデボーションと言いますけれども、神様との交わり、御言葉を読み、はい、そしてお祈りをする時を持ったわけです。はい、これをしないと私は仕事ができませんということを、はい、ウェスレーやルッター、いろんな、はい、世々の、はい、伝道者、牧師、はい、教師たちはそういうことを証しをしております。ですから日々神様の言葉によって生きると、イエス様おっしゃったように、神の言葉により、また聖霊様に満たされて、はい、力を受けて、はい、確信を持って信仰を持って日々生活をすると、この無力になって、罪の上に無力になって弱くなってしまった私たちが、はい、聖霊様によって力を受ける、はい、神様を通して神の力に満たされて、はい、私を強くする方によって、私にはどんなことでもできますと、こうパウロは語っておりますけれども、はい、それを、はい、するべく神様は私たちを今選んでおってくださるんだ。イエス様と同じ第二の、はい、天から下ってきた第二の人、キリストの形に私たちも作られて、キリストと同じ技をするべく、はい、弟子として世の光として地の塩として用いられていることをどうぞ覚えていただきたいと思います。